はい、こんにちは、翔太です。今日はシーズン5のポケットモンスターシングルランクマッチシーズン5の、後付け実況をやってきます。で、自分が順位が848位で、この試合あたりから確か最終日の4月30日でしたね。対戦相手はモーガンさんが結構自分より順位が上と、で、コーリッポが結構まあ珍しいんですけど、受けがきついポケモンが結構多くて、コーリッポはちょっとまあドラパできれば置きたいっていう感じと、パチンコドラゴンとホルードに絶対クレベースが欲しくて、で、アシレーヌ、カビゴン、ドラパルトあたりを、ドヒドイデとピクシーで見ていきたいかなっていう感じではあったんですけど、まあドラパルト投げるんだったらピクシーワンチャンいなくてもみたいな、やばい場合が例えばドラパルトがなんだろう、まあ同族勝負かつ前提とかになってきたり結構微妙ではあるんですけど、まあ氷っぽ出てくんのかなっていうね、微妙な感じではあるんですけど、まあ氷っぽ考えると身代わり貫通できるドラパルトはやっぱりちょっと欲しくて、でステラマキソナポケモンもいないんで、まあクレベースドヒドイデドラパルトの選出でちょっとどうにかできないかなみたいな感じですね。で、相手の初手、初手がそうパッチラゴンでこっちクレベース合わせれてるんで、結構その初手の出し勝ちの度合いとしてはだいぶでかくて、まあ、受けがきついポケモンに強いポケモンからなるべく入って、その後出しする回数を1回でも減らすっていうのは結構大事ですね。受け構築では特にパッチラゴンとかホルードあたりはきついんで、そういうポケモンが複数いたり1匹でもいる場合はクレベースから入るみたいなことは時々あります。裏でもちろんケアが効くとかいう場合には別にしなくてもいいんですけど、この構築だとまあパッチラゴンとホルードあたりは露骨にきついんで、クレベースからなるべく入りたいっていうところですね。他のポケモンに対してはドヒドイデの、交代するのが結構効くんで、で相手はフリータイムなんでドラパルト引いてきましたね。でこっちはパッチラゴンに通るのがツララバリなんでツララバリ押してます。で、これのまあ、命中数とかにも結構よるんですけど、まあ結構頑張ると、クレベースが本当に偉くて、ドラパルトがね、落とせました。で、ドラパルトの型にもよるんですけど、落ちてなかった場合は、まあドヒドイデに引く感じですね。HP はだいぶ削れることになると思うんで、で、この初手の結構通ったのがでかくて、相手もこれで、強引に崩すしかないんじゃないかなっていう。例えばアシレーヌとかが裏にいるんだったら、ここアシレーヌから入ってくるはずなんで、それかまあいきなりアシレーヌに引いてもいいわけなんで、これワンチャンも多分、裏で止めないっていうか、きついんじゃないかなって思って、結構、クレベースを通すことを考えてますね。まあ、パッチラゴンが多分突っ込んでくるだろうっていうところで、ここは鉄壁から入ってます。本来だったら交代読みとかをすることもあるんですけど、このパッチラゴンとクレベースの対面で始まる場面って後出しが基本的にはクレベース後出しっていう場面が多いんですけど、こういう対面の場合はちょっと、だからこれ、ライバーン持ってて、これが結構やばくて、何がやばいかって次の攻撃が 1.5 倍で入るんで、まあ、今90ぐらい入ったじゃないですか。なんで、おそらく150とか、まあ、のんきに、で、このライバーンの何が怖いって、火炎放射とか炎の渦を元技にしてるのか、それとも、その、物理の炎技なのかがわかんなくて、物理の炎技だったら鉄壁で防御2段階上げてるんで、まあ再生でもいいんじゃないかなっていうところなんですけど、じゃあまあ一発目のダメージ的に物理なのかな。多分火炎放射とか、どうなんだろう。でもパチンコドラゴンの C は結構低いんですけど、とはいえクレベースの D も負けず劣らず低いんでね。一番まずいのはこれダイマックス切って通らないこと。通らないことっていうか、その、切ったけどクレベースが落とされることっていうところなんですけど、まあ、おそらく今のダメージ量的に耐えるだろうっていうところで、こっちはダイマックスを切ってます。
これなんか相手のダイマックスするの見てから切って間に合うダイマックスの場合はすごい楽で、一番きついのが相手のダイマックスに合わせてこっちもダイマックスをその同時に切らないといけないっていう場合がすごいきつくて、見てから間に合う場合は本当に楽っす。基本的に受け構築のその相手に強いポケモンに受けますっていうのとやること変わんないんで、でこれはもう物理技っすね。ダメージがすごい減ってるんで、でダイアイスで天候があられになるおかげで、ダイバーンの火力も当倍に戻りますね。あとあられのダメージが地味にちょびちょび入るのが美味しいです。で相手も弱点保険持ってて、これ結構次が怪しい場面ではあるんですけど、まあ大ウォール切ってってすればパッチラゴンの火力下がるんで、あと張り切りなんでワンチャン外してくれるかなっていうのと、まあ、仮に落とされてもドラパルトでケアが効くんじゃないかなっていう感じですね。あとこのあられでチビチビ削れていくのが結構個人的にはなんか嬉しいですね。本当はクレベースの特性をアイスボディにするとクレベース回復するんですけど、まあ頑丈のその当たらない、あ、じゃあ一回耐えるっていうのも結構でかいかなっていうところで、どっちがいいかは自分の中では結論が出ないですね、未だに。でこれでパッチラゴン倒すと、まあ、結構この試合はもう本当にそのきついポケモンがいる場合にそれに強い受けポケモンからなるべく入る、それかまあ対面の潰し枠、対面で勝てる潰し枠から入るっていうのが大事だなっていうのがちょっと伝えれる試合なんじゃないかなって思います。でここはもう相手は多分高3ですね。はい、高3が選ばれました。じゃあそのままもう一試合行ってみましょうか。じゃあもう一試合いきます。はい、じゃあ続けてもう一試合やっていきます。でさっきの試合からもう一回負けてまたその次の試合ぐらいかな、一回か二回ぐらい負けてまたその次の試合ぐらいですね。で対戦相手の人が400位ぐらいで自分が800位ぐらいと、で私らがっていうポケモン入ってて僕このポケモンよく知らなくて、どうしたらいいんだろうなみたいな結構困ってたんですけど、まあ上から順にちょっと確認をしていくと、アーマーガーはまあ受けポケモンどれ投げてもまあみたいな、土俵でなるべく焼いてピクシで見るのが理想っていう感じではありますね。でバンギラスはまあクレベースアーマーガー出すか土俵で焼くかみたいな、物理特殊によるっていう感じです。でパッチラゴンはクレベース、ギャラドスもできればクレベースなんですけど最悪アーマーガーで、パルシェンはどうなんだろう、なんか対面的に多少見る感じになると思います。1枚切って裏で見るとか、あと土俵でまあ、焼けるかどうかみたいな場面になったり、アーマーガークレベースの私が間に合うか間に合わないかがちょっとダメ系ちょするべきなんですけど、あんまパルシェン見てなかったんでちょっとそこまで詳しく考えてなかったですね。ただまあそんなに出されても困ったイメージがないのと、あんま出されなかったっていう感じですかね。で私らがちょっとよくわかんなくて、な身代わりとかあると嫌だなと思って、まあ、それもあって何選手したんだっけ、こっちの選出が、なんだ、多分ドヒドイ、クレベースドヒドイで、ドラパルトとかじゃないかな。多分そうだと思います。で、相手はパッチラゴンと。で、この試合はこっちはドヒドイから入ってます。で、パッチラゴン一応、クレベースの後出しが効くポケモンなんで、でなるべくトーチカで、接触ダメージ、接触で毒を一回刺したいっていうところだったんですけど、炎の渦とか持ってて、これ結構、っていう感じですよね。困ったところで、特殊技持ってるとクレベースだとだいぶ苦しくなっちゃってて、っていうのもあって、ここは一回ドラパルトに下げてます。まあ、最悪そのピンポイントで読まれて激凛とか押されてもドラパルトタスキ持ってるんで、でも相手は炎の渦だったんで問題なく、まあタスキ削れちゃったんですけど、まあまあそんなに
大事ではないかなっていう感じですね。で、ここはダイマックス切るかは微妙なところで、パッチラゴンダイマックス切ってると、タスキドラパの、その、陽気、あ、じゃ無邪気か、このドラパルトは。なんで、全然落ちないんですよね。だからそれだと、結構、どうかなっていう、そう、ダイマックスで対面の有利不利の関係が逆転して、受け気味の構築だとそれを逆転されるともう、そのまま全員倒されるみたいなことがザラにあるんで、難しいところだったんですけど、クレベースでも、炎の図1回ぐらいだったら大丈夫じゃないかなと思って、ここはドラゴンアローしてます。で、パッチラゴンなぜか引いてなくて、単純に取れると。で、これでドヒドイデがだいぶ楽になりましたね。ドヒドイデを倒せるパッチラゴン倒れてくれたんで、まあ、ドヒドイデはかなり動きやすいと。で、相手はアーマーガーで、こっちのドラパルトが一応、火炎放射持ってるんで、例えばダイマックスしてダイバーンを切るだったりとか、まあ、そのまま一回火炎放射打って様子見てもいいっていう場面で、何をしたんだろう。あ、なんかこれ押しミスしたんですよね、そんで。ダイマックスしてダイバーンで突っ込もうと思って、なんか、A 間違えて押しすぎちゃって、この試合。それでなんかバンギーに相手引いてて、多分ダイバーン読みだったのかな。ダイマックス多分使わせてみたいなノリだったと思うんですけど、なんか噛み合ったんですよね。押しミスが。これ結構最低だな、マジで。解説として。押しミスが噛み合ったんですよね、みたいな。ゴミみたいな解説してるけど、まあそういうことなんですよね。こんなんでいいのかっていう感じなんですけど、ちょっとすいません。本当にでもこの時は、アーマーガーにドラゴンアラー打っちゃったと思って、本当になんか終わったーみたいな終わったーみたいな気持ちだったんですけど、助かりましたね。でここ相手はもう勝ち筋多分細いと思って、無理やりバンギで龍舞積んでなんとかしようっていうところですね。で、結構これだと怪しくて、まあドヒドイデではもうちょっとかなりきつい雰囲気なのと、なんかここドヒドイデに引いてなくてよかったんですよね。クレベースに引いてたんで、まあ、特殊型だったらやばかったんですけど、言うてアーマーが、まあ、ドラパルトで最後大盤で見れるし、バンギーを処理できればっていうところで、クレベから入りました。で、ここはもう、相手ここでダイマックス切る以外、勝ち筋ないだろうなっていうことで、対面で、まあ、ダイマックスを合わせていくっていう風に考えましたね。で一応ここ相手ダイマックス切んないでアーマーガーに引いてた場合は、クレベース捨てながらとか、とにかくドラパルト着地させてアーマーガーと対面させて、まあ、ダイバーン、ダイドラグーンみたいな感じで、その目の前にいるポケモンに常に通る技をしていけば、まあなんとかなるんじゃないかなっていうところでしたね。で、まあ、対面ダイマックスに成功して、バンギがダイバーンを持ってると。龍舞一回積まれてるんですけど、クレベースもダイマックスしてるおかげで、さすがにこれは耐えましたね。多分、本地とかに乗せてんのかな、ダイマックスを。で、こっちは4倍弱点のダイナックル、打ってます。で、バンギが取れたんで、まあもう、勝ちかなっていう。あと、フィールドが、日照り状態になってるんで、ドラパルトの解放者も 1.5 倍で入ったりして、っていう感じでなんか、勝因完全に押しミスなんですよ。なんか一人でめっちゃ部屋で、やばいやばいやばいとか言って叫んでたんですけど、まあ、押しミスが通ってよかったっすね。で、これで相手高3が選ばれて、勝ちになりました。っていう、次回はちょっと、もうちょっとまともに解説します。じゃあ、おつ。